マネーの虎っていうですね、番組が昔ありまして、それを開催します。やります。これはほんまにやりますよ。これはおもろいなと思った人たちを今回ちょっと改めて募集して集めて、でそこで話し合ってちゃんと勝ちで、もう一回改めて僕と対面して、でそこで最終決定します。うん、若ハゲのやつ髪の毛あったら結構イケメン多い。よろしくお願いします。多くないですごめんなさい、ちょっと今日水曜日お休みなんですけど、ちょっとお休みで動画で、はい、はい、こんな感じです。オープニング喋っても席される、こんな感じですよ今日お休みの日なんで、水曜日はですね、いつもサブチャンネルでやるような知らせの動画の、特にサブチャンネル以上にもっと訴求したい大事なことなんですけど、今度ずーっと前から DM でこれ絶対やってくれ、ずーっと来てたんです、ヒカルさんの方に僕の方にも、はい、マネーの虎って昔番組やったの知らないですか。しますします。あれ何歳でしたっけ今。僕27です。あ、もうこれですね。じゃあごめんごめん、違います。いいじゃないなんですけど、マネーの虎っていうですね、番組が昔ありまして、要はその僕の事業を通してください、お金はないです、でも知恵とやる気はあるんですっていう人が事業計画書みたいなものを持ってきてですね、プランを。で、その当時のですね、大御所の方がバーっていらっしゃって、で、お前おもろいなーって、オッケー、100万や500万や1000万や出すみたいな番組、マネーの虎ってのある、それを開催します。やります。これほんまにやりますよ。はい、やります。もちろん投資ですから、僕ももちろんその投資に見合ったですね、何かリターンを、こっちはこっちで、それがあるから先行投資するわけじゃないですか、うん、それが3年後なのか10年後なのか分からないんですけど、で、まずですね、この動画は、動画概要欄に募集のですね、メールアドレス書いておきますんで、DV2Me のメールアドレス書いておきますんで、あそこにですね、事業計画書を添付して送ってください。で、件名のところにですね、キーワード検索したいんで、マネーの虎事業計画書っていうふうに件名入れてください。検索できるんで。マネーはカタカナで、脳がひらがなで、虎が漢字。はい、マネー、カタカナ、脳がひらがな、虎が漢字でスペース開けて事業計画書っていう風に入れてもらえれば検索しますんで、ちゃんとした事業計画書ガチガチじゃなくていいんですけど、要はそのこういうプランでこうこうこうでこう、今これ流行ってるからこんな伸びると思うんです、どうのこうのみたいな、でこれに初期投資でこんだけいるんです、だからいくらくださいってやつですね。あ、なるほどって。でそれを僕とかこの審査部門みたいなもので見てですね、審査部門の方じゃないですよね審査部門です。審査部門え、これですはい、違います。で審査部門とこれです、僕らで見てですね、それで見てから、うん、あ、これはおもろいなと思った人たちを今回ちょっと改めて募集して、例えば分かんないですよ、5人なのか10人なのか集めて、で実際またそれはそれで YouTube で撮ります。今度出演していただきます。まあモザイクでもいいですよ、一応ね、モザイクでもいいですよ。出演していただいて、でそこで話し合ってちゃんとガチでもう一回改めて僕と対面して、でそこで最終決定します。投資するせえへん、内容はある程度分かってるんですよ。でもそれまでいきなり聞いたら30分の枠で収まらないんで、はい、事前にもらっとかないと、はい、で質問とかわけのわからんメールは一切拾わないんで、ちゃんと本当に事業計画書どうのこうのでっていうの、投資してくれっていうのも別にいくらでもいいですよ、内容さえ面白ければ。ほんまにいくらでもいいですよ、内容さえ面白ければ。絶対これが絶対受けるんです、こうこうこうでこういう根拠でっていうあって、じゃあ1億面白いじゃないですか。別に言うてみますからね、事業計画書見てそれ見合わない額やとそんなありえない。あ、もちろんですよ、投資ですから、はい、こちらはそれが何十倍になってくると思っての投資なんで、一応勘違いしてほしくないのが、なんかその社会のためとかあなたのためとかそういうことじゃなくて、こちらも投資で、うん、もしかしたら僕がファンドでお金集める可能性あります。例えば100億くらいって言われた場合に、その僕当然ないですから、10億くらいって言われても当然嫌やし、だったらファンドで集める可能性もあるんで、そのぐらいの規模でちゃんとほんまに投資してやっていこうかなと思ってるんで、これやると世界が豊かになるんです。いやいやいや、そう、知らんと、それ大統領に言ってくれそれ僕、いやいや、それ大統領に言ってくれと、それは僕じゃないでしょ、難民の僕がどうの、いや、それ募金やってると、それは俺じゃないと、ユニセンに言ってくれって話なんで、ということでね、よろしいですか。そうですね、はい、まあそんな感じですよね。ちゃんとほんまにもう真面目な、ちゃんとしたやつ。でもやっぱりあれじゃないですか、姿勢としては自分はこんだけ負担できるんですけどみたいなのもあった方がいいですよね。もちろんそれは一番そうですよね。本気度とかもあるじゃないですか。本気度はそれは基本ね、僕やっぱね、これ昨日もね、すごい重鎮の方と、はい、とんでもない重鎮の方と昨日会食させて、やっぱいろいろご教授いただいたんですけど、はい、やっぱりね、僕ってこうつながり、例えばゆうた君とつながりじゃないですか、はい、LINE とかどういう人に投資しますか、条件どういう人ですかって、もちろん事業計画書、これがちゃんとないと勝たれへんっていう事業に投資できない、それはもちろん当たり前なんですけど、はい、それ以外に人としての話なんですけど、 LINE が30分以内に絶対帰ってくるやつみたいな、15分以内に24時間帰って、なんかそんなこと言ってた、はいはいはい、あ、なるほどなみたいな、こっちに対しての本気度が違うじゃないですか、こっちがお金入れてる側やから、はい、でさっきはイーさんが言ったみたいに、あ、500万出します、じゃあ俺も500万、1000万円です、面白いじゃないですか、それでも。そうそう、全額負担とかっていうその姿勢がちょっと無理みたいです。
まあまあ、どれだけ言い荒れでも どのぐらいが、まあそれでそいつがインスタとかリピートでちょっとムカつくよな要は企業本気でやるとしたら貯めてると思うんですよ、ある程度。そういうことですね。でないとそれ全額フリーターでこれ全額してくださいっていうのはちょっとぶっちゃけない。確かに確かに。で、あとはですね、今はすでに3店舗ぐらいやってるんですと。これもその重鎮の方おっしゃってて、ね、当時僕は3店舗やってたんだと。で、そこからお金があったらもっと拡大してもっと速いスピードでもっといろんなことができたんだ、当時お金がなかった、当時こういう風に投資してくれる人がおったらもっと伸びてたんだっていう、それもありなんです。もうすでにやってると。で、株式やってると3店舗しかないと、もう何店舗増やしたいっていう時に、じゃあその株の何パーよこせよとっていうこともいいじゃないですか、はい、面白くないですか。まあいろんな投資の形あると思います。ゼロからでもね、もう作り上げたものからあると思うんですけど、まあ僕会社いろいろやらせていただいてるんですが、会社やっててもそうなんですけど、投資した方が話早いなって話早いな、そっちの方がと思っただけですけど、何かはい、いいですか。はい、はい、で募集動画でですね、募集動画で、はい、はい、今日もそれで終わりです。本気なんでね、ちょっと本気で、本気の人でお願いしますよ。そうですね。で、動画後で出てもらいますから、こっちが選んだ暁には。で、返信は全員にはできないですから。もちろんそうですね。はい、全員にはできないですから、多分、事業計画書作ってくれっていうだけでハードルだいぶ上がりますよ。いろんなことでハードルが上がる。もちろんこっちがちゃんと見て審査するんで、許可するかどうか分かんないじゃないですか。だから多分ハードル上がってると思ってるほど僕は来ないと思うんですよ。で、事業計画書と、例えば履歴書とか前送ってくださいとかいろいろあるじゃないですか。はいはい、それでも履歴書ない人とかちょっと見てないんで、そもそも。ああ、そう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 。はい。だから事業計画書絶対必須で。その人の履歴書でな、はい、でないと。何がいるんですか、じゃあ、イーさん。事業計画書と履歴書。事業計画書と履歴書ぐらいであればって感じじゃないですか。通常は分からないとね、はい、変な通常の人とお仕事やっぱできないですから、その辺の履歴書とですね、そういうのだけ欲しいですね。で、そこからもっとほんまに話すってなったら、もしかしたらなんか免許証のコピーやで、なんやらなんやらとか。年齢は何歳でもいいでしょ。年齢は何歳でも大丈夫です。楽器でもいいでしょ。はい、全然大丈夫。別に。はい。なんや、モーツァルトは3歳で楽譜がいたっていうぐらいやから。じゃあ3歳から。おもろいですけどね、履歴書の顔で上がっちゃったらおい全然刺さちゃいけって感じるじゃん。事業計画書、こんな事業計画書として絶対おとんやんけお前それっていうやつでも、おしゃぶり売りたいですみたいなおしゃぶり売りたいです。大人は分かってない、このおしゃぶりこんなゴムのおしゃぶり、僕たちはしゃぶらされたくないです。子供の気持ちでもっと分かってくださいよそれ子供の声でしょ、あるかもしれんよ。あるかもしれない。犬でも猫でもよかったら履歴書まだ犬の気持ち分かってくださいあんな大きな手で撫でられるの嫌です僕は猫ですこんな大きな手で撫でられるの怖いですあんな狭い箱に入れないでください。あと飛行機に乗せないでください。いろいろあるでしょ、犬の気持ちとか猫の気持ちって。あんなも人間の弱いぞ。あんな缶詰こう開けて、あんな鋭利な刃物がついてるやつ、そのままドンって怒らないでください。食べれないでさ、あの舌切っちゃいます。あと犬のなんかあのケーキを犬がむしゃむしゃ食ってるの、あれ何なんですか。犬用のケーキめっちゃプルプル。あれ絶対嫌、あれ絶対嫌あれフォークとかで食べるんならありっす僕ね、だからほんま前も見たんですけど、ほんまに犬好き猫好きっていうのはほんまやったら絶対買わないんですよ本物好きやったら絶対愛やねん。好きやからね。本物愛って俺そういうことだと思うねん、まあ、本物の愛はな、可愛がりたいから飼ってるだけで、はいはいはい、まあ、そうっすよね。俺絶対そうやと思うな本気やったらな、山に逃がしたったんやん、どっかの。あれは捕まって保護されてるから処分とかされるわけで、それ松ちゃん乗ったら路頭に迷ってるからダメなだけで、チップとか埋め込まれたりしますか。そうそうそう、ほんまやったら山の奥の絶対バレへんような自然で返しちゃったんやん、もともとそっちいたんですから。僕の中の究極の愛はそこですけどね。ああなるほど。んーなもんさ犬とか猫の気持ちなあ考えてや僕は犬です、わーわー喋りかけないでくださいうちの飼い主はいつも喋りかけてきます、何言ってるか分かりません犬と喋れるって言ってるみたいですけど、僕は話せません。絶対おるやろ犬、私犬と喋れんで、おる、たまにおるやん。やりますよ。絶対うせえ絶対うせえよ、そんなの。犬の気持ち分かる、嘘つけお前、エスパーかなんかか、お前お前俺の気持ち分かるって犬の気持ち分からんけないやろお前と思うんですけどそんな感じでごめんなさい、ちょっと話ずれましたけどそんな感じで、あの年齢は問わないです。僕はもうやる気とこちらに対する本気度、忠誠心みたいなこと、本気度としっかりした内容ですよね。事業計画書、タピオカ屋やりたいは、まあ、もう無理ですよ。だってそれ俺とかがやるから成功するわけで、今この名前を使うから、はい、今からでもあのギリいけるかなっていうぐらい。それでも怪しくないですか。でもなんかアイディアであるかもしれないですけどね。あったらいいよね、はい、リアル当時のマネーのドラ見てた時なんかはちょっと覚えてるんが、移動式用に入り屋さんやりたいっていう人、あ面白いな、君投資したら投資してもらってみたんですけど、僕は投資せえへんか。あでもまあそんな人によりますよね多分。そう、投資される側なんで、提出する人は。あとね、基準なんですけど、はい、僕は、例えば、じゃあ分かりました、1000万じゃ入れましたと、仮にね、それが何年後に何十倍とか何百倍とかの世界の話をしたいんですよ。
その会社を売るとかね、最終的に売却した時の売却益が10億とかの話をしたいんですよ。わかります、うん、言ってることは。そうそう、だからそれ月何ぼリターン何パーセント、はい、じゃあ 20% 毎月起こせって何ぼ入れてるんですか。いや毎月2万円入ります。いやそれやりたないと、はいはい、絶対勝つでしょ。それでじゃあ投資した分返すにどんだけかかるのってのあるじゃないですか。その期限はある程度はあるんですけど、でかいことをやりたいですね。そういうので思ってもらえれば、なんでさっき言ったおにぎり屋さんとか僕は投資しないと。そういうことなんで、なんかそんな感じのでちょっと思っていただければと。ちょっとまあ面白いんじゃないかなと。ないんじゃないですか、ファンド。ファンドっていうか投資するっていう、はい、YouTuber で募集して投資するって初めてじゃないですかこれ。もう言いたいですね。聞いたことないですね、うん、え猫の気持ち分からなかったですか。いやー、分かんないです。猫の気持ち分からなかったですか。分かんないです。なんでないですか。俺やったら切れてまうわ。俺あんなにカットフード与えられたら絶対切れる。俺やったらあんな硬いの何がやろ。分かんないですけど、ガリ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 食っててかわいそうでしかない。俺あんな話し合いしたいよ。ほんなら思うんですけど、よろしくお願いしますということで、はい、ということで動画概要欄見てください。ありがとうございました、はい。